キャプテン翼キャプテン翼の登場人物、大空翼大空翼は、高橋洋一の漫画、キャプテン翼に登場する架空のサッカー選手。本作の主人公である。血液型は A 型。四次翼公園に設置されている、大空翼のブロンズ像ポジションは、小学生編では CF、中学生編以降は MF。出生地は、 東京都の葛飾区である。家族は、祖父母は、屋形船の船頭で、静岡に引っ越す前に他界しており、つーちゃんと呼んでいる。外国船の船長である父、広大、母、夏子、弟、大地、妻、さなえ。ボールは、友達が心情であり、サッカーの申し子と呼ばれる。元ブラジル代表のロベルト、本郷の指導のもと、様々なポジションを経験し、 世界に誇る MF として認知される。日本代表では A 代表を除く各世代でキャプテンを務めている。小学生でオーバーヘッドキック、中学生でドライブシュートをマスターするなど身体能力と技術は同世代と比較するとズバ抜けている。ストーリーのクライマックスである決勝戦ではミラクルドライブシュート、 ドライブオーバーヘッドといった奇跡のシュートを見せている。また、ライバル選手の高難度の技を一度見ただけで、自分のものにすることができる。小学生の時は純粋で好奇心旺盛な性格であったが、中学生になってからは、キャプテンとしての自覚に目覚め周りを統率するようになる。小学生時は小柄で日向にも、チビと、揶揄されていたが、中学生以降は、平均的な身長、 体格まで成長を遂げた。作品中で他のキャラクターは、ひなたくん、みさきくんのように名字で呼ばれているのに対して、つばさ、立花兄弟、沢田しの4人は、名字で呼ぶものは、ほとんどなく、試合の実況も、よくくんと呼び、優秀選手発表の際も他の選手が名字で呼ばれる、中、一人だけ、大空つばさくんと、フルネームで呼ばれている。 名前で呼ばれる理由は作者によれば、大空くんよりも、よくくんの方が語呂がいいためであるが、アニメ第三作では、監督や、アナウンサーや、選手紹介は一貫して名字である、大空を使用している。モデルは以外が、連載当時に、サンパウロ FC でプレーした、水島武蔵を参考にしている。無印での背番号は主に10番。クラブチームでは主に、28の背番号を使用している。 これは翼に限ったことではなく、ひなたや若林など、他のキャラにもこの考え方を適用している。サンパウロ FC では、当初、ラドゥンガが10番であったことから、翼は17番を使用することになるが、後に、ラドゥンガが移籍したため、10番を使用することになる。南クズ小サッカー部南クズ SC、南クズ私立南クズ中学校静岡県。 ハマナクラブ新生全日本代表ブラジルサンパウロ、FC スペイン FC バルセロナバルセロナ B チーム、FC バルセロナ小学生編メダカの小道に設置されているロベルト本郷と大空翼のブロンズ像。中学生編、ジュニアユース編、ワールドユース編、ロード22002ゴールデン -23 アン、LAD がライジングさん劇場版主人公として全作品に登場。 全作品においてチームのキャプテンを務めており、総集編の第3作品を除いた全ての作品で試合を決めるウィニングショットを放っている。立尺一丁目自動遊園に設置されているヒールリフトを行う大空翼のブロンズ像。名称は全て作中の実況によるフレーズより、上記の他にも他選手の技を真似することがあり、青い信号は、 この世に存在するサッカーの技はすべて翼さんのもの、とまで言い切っている。ただし、ステファン・レヴィンのレヴィンシュートだけは、サッカーボールは相手を傷つける道具じゃないとしてあえて、真似しなかった。南区中学、サンパウロユースサンパウロ FC レッチェ、中学生編で、FW から MF に、コンバートされたことにより、当時のサッカー少年たちがこぞって MF になってしまうなど、 与える影響が大きかった。また、1990年代後半から2000年代、中盤まで J リーグにおいて MF の選手が非常に多く、得点力の高い FW が足りなくなる現象も起こった。作者の高橋は後に、週休伝フィールドの狼 FW 人を連載し、今度はこれでフォワードが増えればといった趣旨のコメントを残している。作中で、 FC バルセロナに入団した際、実際にバルセロナで入団セレモニーが行われ、作者の高橋が招待されている。同時に、レアルマドリードのオーナーは、なぜ、レアルに翼を入団させなかったのか、と公式声明を発表している。2013年5月、公益社団法人日本プロサッカーリーグから、J リーグアジアアンバサダーに任命される。AB U-12 ジュニアサッカー大会キャプテン翼カップ、葛飾のホームページを参照。漫画、キャプテン翼メモリーズでは、大型客船の船長となっていて、広大の両親は、東京で船宿、大空丸を経営していた。漫画、キャプテン翼メモリーズでは、結婚前まで、出版会社、英州出版で雑誌の編集の仕事をしていた。本編未登場だが、 キャプテン翼2000ミレニアムドリームでは、息子として、疾風と、オーマイが登場する。ゲーム、キャプテン翼激闘の奇跡スペシャルインタビューより ht t p、http コロンスラッシュスラッシュ www.conami.jp スラッシュ翼スラッシュムービースラッシュ東京都葛飾区のクラブチーム、南クズ sc が実在している。新生日本代表とも呼ばれる。元々の原作では、 若林との対決直後に、公立の小学校はこの町に、南くず小しかないと石崎に言われているため、最初から、南くず小に転校予定で、修明章に転校する予定ではなかったような、流れになっているが、アニメ第一作では、修明章に転校予定が、若林のプレーを目の当たりにして、若林と対戦するために、南くず小に転校したという形になっていて、 原作でもアニメ第一作での設定が活かされる形になった。日向が訪れた時に翼は自分が出ようとしたが、み咲が静止したためこの時は退治することはなく、み咲は小次郎は一つミスを犯した。それは大空翼という選手がいることを知らずに帰っていったことだと語っていた。翼が南くずに転校直後に、上実の弥生も三ぎが在学する東場学園に、 転校して、武蔵のマネージャーになっていた。三杉の心臓病は、南区線の前まで三杉の家族以外は、武蔵の監督と、弥生以外は知らず、翼は、試合直前に弥生に呼ばれてそのことを知ることになってしまい、同時に近くにいた、さなえもわかることになった。ロベルトが帰国した理由は、自分のせいで家族を離れ離れにすることに追い目を感じたから、また、翼を、 一流のプロに育て上げる自信がなくなったから。南クズ SC 優勝からの約3年間、元チームメイトの若林は、幾度メール等を送っていたのに対し同じく、元チームメイトでコンビであった美咲や、師匠のロベルトからは、一切の音沙汰がなくそのことも気にしていた。2年生の春にも、この怪我で練習を休んでいた、立花兄弟のスカイラブハリケーンを防ぐため、 アニメ版の第3作では準々決勝で次藤との身体接触プレーで左肩を脱臼。肩と足の怪我の具合は試合を重ねるごとに悪化の一途をたどり、準々決勝の平戸戦以降は試合中にピッチに倒れる描写が幾度かあり、決勝の東方戦では前半途中で治療で一時的にピッチを去り、後半は痛み止めを打って出場したものの、 途中でその効果が切れ完全に限界を迎えていた。ひなた曰く、翼抜きで作り上げたチームなのに今更翼のお情けで勝っても意味がないから。松山曰く、先行合宿に参加しながら代表入りするのでは代表を辞した選手たちが報われないから。アニメ第三作では、この先ベストメンバーで戦えるとは限らないと計算していた。アニメ第三作では、 コーチであるサンスギー枠選手として登録されていない、理由で参加を許さなかった。昭和版アニメでは、姉御中沢くんと呼ぶこともあった。南屑賞の学区アニメ第2作では、小学5年生の時。第6回の架空の大会第16回の架空の大会アニメ第2作では20歳の時。漫画、キャプテン翼メモリーズ僕は、三崎太郎にでは22歳となっている。 奇跡でも起きない限り、南クズの勝利はないと発言した片切りが、奇跡が起きたと発言するほどの現象だった。最初、実況が、ダイビングヘッドと行っていたが、後に、ダイビングオーバーヘッドに改められた、2以降では、使用可能になる際、翼が、俺は諦めないぞ。ゴールを奪えないキーパーなんてこの世にいるわけないんだ。というジュニアユース大会決勝の西ドイツ戦での、 セリフを言う。作中では、野球で言う、スライダーとカーブほどの違いと説明された。高い浮き玉の時はジャンプして、空中で胸で真上にバウンドさせる。ただし、4では、浮き玉では、今まで通りに蹴り上げている。V では、浮き玉でもヒールリフトタイプとなっている。スタッフキャスト。キャプテン翼テレビ、東京アニメ公式。テレビ東京。 2017年12月13日閲覧。アーカイブされたコピー。2014年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月12日閲覧。ありがとうございます。